マンテルです。マンテルさんです。マンテル社長です。どうも。いやいや寒いね。寒いですね。今日も寒いですよ。今日はすごい寒い。雨降ってる、ね、これのさ、コネだって岡谷の時間の収録の日って、はい、うん、ほぼ 100% 雨なんですよ。そう、ほんとびっくり。これは誰のせいなの？これはですね、清水 P じゃねえの？清水 P だと思います。間違いない ね、これは石月さんって言うんですよ本名丸出しでもう、お届けしますけど、以前ね、何回目かで、清水来て、はい、ズロースみたいに来て、はい、もう家庭が崩壊するんじゃないかと、はい、清水家庭の終わりが大人の別れになっちまったっていうね、はい、そうなんですよ。石月 P のせいです、はい、これは雨男という、はい、めっちゃ雨男だと思います。可能 100% の確率で降ってます。はい本当にね、もう半端ないです。この収録で渋谷に来るのが嫌になりました。今日は寒いしね。辛すぎるでしょ年末で人いっぱいいるさ。でね、本当ですね。でもあれですね、渋谷の街もこうなんかこうキラキラしてて、そう、ね、年末ムードですね。師走のね。まあ何はともあれ、うん、とりあえず今年1年に乾杯しましょうか。はい、ね、では皆さん、はい、乾杯。乾杯。イエーイ。多分皆さんもね、ホロヨの方もいらっしゃると思いますから、いや皆さんね、本当に風邪とかひかないようにしてくださいね。寒い日続きますから、ね、皆様にとってどんな1年だったのでしょうか、うん、我々にとっては大変いい1年でした。そうですね、本当にあんなこともあり、こんなこともあり、うん、ね、何がまず岡谷さんにとってこの1年は、まあ、うん、比べがたいでしょうけど、うん、何が一番良かったというか思い出に残ってるというか、これっていうのは何で、まあね、あっちを立つとこ立たせるとこっちも立たないっていうとこありますけど、うん、まあ大人の事情は置いといてね、うん、いや一番って言われるとすごく難しいんですけど、うん、あります。一番何何、うん、教えてください。マリコさんと、ほう、ご本人様と、ほう、お食事したことかな。おー、なるほどね、そこ来ましたか。はい、いやちょっとなんか思い出すだけでも本当感慨深いんですけど、うん、高木町というか西麻布あたりのね、某スーパー高級炒め品で万田久子さんもご一緒して、はい、ね、高島真理子さんご夫妻と、うん、本当にあれは感激でした ね、うん、ね、岡谷さんの大好きな、もう親子2代で大好きな、親子2代で多分、もう、うちの母もものすごい喜んでると思いますし、ね、うん、本当にもう夢みたいでしたね。いまだになんか 夢だったんじゃないかと。誕生日プレゼントもらったりなんかしてたじゃないですか。そう、高橋真理子さんに、ね、おかゆちゃん頑張ってって応援してるって言っていいからねって言って、ね、はい、そうですね。だから本当そこはもう一番かもしれないですね。でも本当にたくさんたくさんありました、うん、自分がまず、うん、うん、一番って言われちょっと難しいんですけど、うん、とにかく幸せでした、うん、毎日よかったね、うん、今もそうですけど、何が幸せかって毎日その歌って生きていけている、うん、自分がいる、前みたいにね、道路工事の警備員とかやらなくて済むんだっていうね。そうなんです、はい、やってないじゃないですか、うん、俺だよ、やってたの。あー、やってたんですか。やってたよ、今日ちょうどこれ寒い時期に上野のね、うん、工事やってるとこでこう、こう言って道路、片側車線通行みたいなのあんねん、ああいうのを誘導する人やってたの、ずっと。へぇー、僕ってなぁ、つったらさ、うん、上野のそこ焼肉店街、焼肉屋さん街があってさ、はい、そこで誘導してたら換気扇から焼肉のいい匂いするんだよ。もう我慢できなくて夜中の1時ぐらい、はい、もうやめた
ヘルメットバーン投げて、こうやつバーンと捨てて、焼き肉食ったら食った。さぞかしい。ビール飲んで。どうでした味は。めっあれが、俺、焼き肉で一番うまかった。人生の中で。いや、さぞかし美味しかったでしょうね。首になりました。あー、でしょうね。はい。いや、でもそれは忘れられない味なんじゃないですか。いや、忘れられなかった。バイトなんかしたことないでしょ、でも。バイトめちゃくちゃしたことあります。私もバイト何したことあんの。バイト居酒屋やったことあるでしょ。おでガソリンスタンドのガソリンスタンドで2個やってた。1個は普通のガソリンスタンドだったんですけど、もう1個はね、セルフ最高でした。もう私あのほらギャルほれギャルをね、やっぱりちょっとやってたんで、あの髪型とかネイルとか、もうそこ一番重要なんですよ。一番重要だったのが髪の毛自由、爪自由、セルフ。そう、セルフ自由。自由なの。自由。もう金髪でエクステつけて、髪もスカルプって言ってもうこんな長いんできるんですけど、ジャラジャラにして、もう真っ黒でチーズみたいなやってますから、ね、チェーってやってた。ひどかったね。その後パートしたんですよね、事務員の。それが長かったね、うん、レジじゃなくてよかったね。レジじゃなくて、うん、レジなんか似合わない。あ、似合わないですか、うん、ジムやって、それは貿易会社の、うん、弥生会計とかそういうソフトを使って、あの、岡谷さんの口から弥生会計が出るとはどうぞ。でもだいぶいろいろ鍛えられました、その時に。バイトもしなくても良くなったと。はい。歌だけで生活ができるようになったと。はい。つまりプロじゃないですか。プロ、プロの歌手ですよ。おめでとう。ありがとうございます。本当ありがとうございますね。その中でも大きなこと、プロになるためのステップが今年はたくさんありました。ありましたね。その中でも一番やっぱ大きいのはテレビ出演じゃないでしょうか。そうですね。もう一つは CD リリース。うん、こんなにテレビに出ると思わなかった。思わなかったね。出ると思わなかった。なんて言うんだろう、不思議なんですよ、今でも。やっぱりこうテレビに出ている自分、なんかそんな、私、うん、まず4月にレギュラーを今やらせていただいている BS11 さんで、あなたが出会った昭和の名曲レギュラーが決まって、うん、生中継で生放送で、もう素人なんですよ。もうなんか分かんないんですよ、テレビの映り方とか喋り方とか。でそっからスタートして、ダーッと、なんか本当早くて、一日が秒最初の頃はほら、毎週木曜日生中継でしたからね。はい。毎週木曜日朝、うん、早く起きて、テレビ局行って、先輩のお子さんたちの歌手に挨拶をして、それからロケに出かけるっていうね、うん、それを毎週続けました。はい、っていうことがあったりで、今は収録になって少し、楽というかね、まあ楽でもないんだけど、落ち着いて、ね、月に2泊、1泊か2泊で済むという状態になりましたけど、うん、それもあるし、楽しいんだけど、他にもいろいろね、その関連で出させていただいた、BS に出させていただいたりとか、地上波も出てるじゃないですか。いや、はい、なんか、また聞いたよ、またなんか優勝したんだよ、はい、某番組で、大食い選手権。違います。いや、いつかのデジャブだぞ、これこれありましたね、これね、ありましたよね、この回。大食い選手権、おめでとう。ありがとうございます。カレーライス8キロ食べました。わー、お腹いっぱいだなー。ちゃうわい皆さん、ご存知、おかま選手権。違います。私、おかゆです、おかまじゃなくて。あ、間違えた。はい、はい、ザ・カラオケバトルさん。おぉ、今月お20日に、お放送でした。お2017最強女子ボーカリストカップ優勝しました。いやいや、僕もね、一緒に行ってたんですけどね、その当日ね。嬉しかったね。嬉しかった。思ったより苦戦しました。本当はもっと楽に勝てるだろうと思っていました、僕は。結構練習の点数も良かったです、実はね。まあ良かったと言っても100点連発するそんなんじゃないですよ、うん、まあ普通ならまあ勝てるのではないかと。99点半ばとかね、99.45が出てたので、うん、と思ったらね、予選でこけやがってこの野郎、力入りすぎて、ちょっと歌がかなり決まっちゃいましたね。
もう相当、だから練習であんな風な歌い方になったことは今まで一回もなくて、まあ本当言い訳になっちゃうってなんか恥ずかしいんですけど、ものすごい力が入っちゃって、もう魂込めるぞと思ったら、ちょっと込め方をちょっと間違えてしまったというか、気負いすぎでしたね。気負いすぎて、もうそれが全部がこう悪い方に転じちゃったというか、自分でももう本当にちょっとオンエア見て、いやうんっていう、ちょっとまあ悔しい歌い方になってしまったなっていうのはありますね、うん、決勝でまあそれがお反省をして、うん、そうなんですよ、予選で、でもだから運よく、まあ、勝てたかなっていうのはあります。もうあれが、私 B ブロックだったら負けてたので、予選敗退してたので。予選で何歌ったんですか？山口百恵さんの饅頭社歌。おお、ロックじゃないですか。宇崎竜童さん、明陽子さんね、はい、で次は決勝は千秋直美さんの夜間飛行、うん、あれですか、あの湯沸かす、湯沸かしながらあの空飛ぶみたいな湯沸かしながら空飛ぶって、夜間でね、なかなか、はい、すいません、夜間で空飛んじゃいます。すごい、その収録のオンエアの日は不思議だったんですよ。もうあの朝ね、もう雲一つない青空で、そうだそうだ、でわーと思って、これはもうなんかいいんじゃないかと思って、私結構晴れることが多いんですよ、ね、収録の BS の、うん、あの番組でロケ行く時とかもほぼ晴れてて、でやっぱ雲がない晴れの時とかも3回ぐらい続いたりしてて、で、ああなんかまたなんか お天気も味方してくれてるなと思ったら、夜、まあ、夜間飛行でね、夜もう決勝がもう夜になってるんですよ。あれ9時ぐらいか、うん、もう決勝やったの9時ぐらいだったんですけど、あのもう外真っ暗でね、楽屋から見たらもうスーパームーンなんですよ、うん、1年で一番月が大きくまん丸に見えるっていう、でなんかね、これはいいんじゃないかと、このお月様にねパワーをもらって、この夜を夜間飛行を歌って私も羽ばたいていきたいな、そんな思いで決勝にちょっと進みましたところ、見事ありがたいことに優勝して自己練習でもなかなか出てない点数が出て、そうなんです、しかも自己ベストが出て、はい、自己ベストを更新しました。99.550 というね、はい、まあ100点出す人いっぱいいますけれども、まあ親の中ではいい点数でね優勝しました。おあ、しげさん来た。しげさん珍しいじゃないですか。しげさんなんか普通じゃないですか今日は。あー、しげさん今日なんか普通、しげさん今日寒いから、あ、話が、じゃあまた今夜も千秋直美さんの夜間飛行、ぜひぜひ弾き語りでお聴きください。最後の最後まで恋は私を苦しめた。指を突き抜け涙が溢れそうよ。そして今翼に身を委ね、私は旅立つ。遥か雲の下に広がる街明かり、あそこで愛されて、あそこで別れた。このままずっとどこへも降りず、この夜の果て、二度と帰らないの。そして帰らないの。え、ありがとうございます。